後金持ち後金持ち姿政十四年十月二十五日は、中国岩朝末期の水墨画家。ゲイさん、クレチン、王毛と並び、元松四大家と称され、その中でも、最も広い画風を持ち、後代に与えた影響も一番大きいと言われる。あるいは、陶器章、チン、次樹、王王人、洋竜と、ゲイさん、王子民、夏雲かなえ、コウナウ人などと合わせて、 金領九首とも呼ばれた。1269年、九年蘇州ね塾県に生まれる。両親が創生したため、運州英華県の危機に養子に出され、皇家で十分な教育を受け育つ。皇持ちは、才能はあったが、現代は、次大部の東流門であった家居が不定期にしか、実施されず、行われたとしても、旧南総領域の住人には著しく不利であった。 ためながら区間につけず、四十歳を過ぎて初めて、蘇州の続離となるも、ほどなく、高金持ち自身は、無関係の超税不正事件に連座して失職し、官解での前途を立たれた。その後、高金持ちは関とに就こうとせず、占い師、儀曲家、同志などの返歴を重ねるが、この間、長毛夫の違いを得て、絵画を志し、五十歳を過ぎて、本格的な画家活動に入り、 旧宝雪製図などを世に送り出した。79歳の頃、公衆不要圏に移住、この地で描かれた、不春山教図は、水墨画の代表的な傑作として知られている。発行人、小山慶一、人物学習辞典2巻、おは、里昭和61年、312ページ。ありがとうございます。